この後明日からの東京ドームの、ね、ファイターズ戦というのは銀次選手は確かホームラン放ったりね、得意にしているカードで得意にしている球場ですのでね、東京ドームで大暴れしてまた週末このケースターに帰ってきてほしい銀次選手。打席西田初球打ち高く上がっています。ファールゾーンで GG 佐藤がーっと取れない取れない取れない、しかしおっとフェアか、銀次も二塁へ、二塁待って三塁行くぞ、 GG 佐藤投げられない、これグラブというかミットに触ってませんが記録はエラーですね、はい、GG 佐藤のエラーとなっています。松本さん風もあってですか。そうですね、結構回ってるんでね、うん、体がね、そうですね、フェアゾーンでワンバウンドしてますね、はい、線の上ですね、うん、ですね。でこの後大きく弾みましたので一塁に戻っていた銀次も一気に三塁まで行きました。ただこれマリーズベンチが動いて一呼吸入れました。この後明日からの東京ドームの、ね、ファイターズ戦というのは銀次選手は確かホームラン放ったりね、得意にしているカードで得意にしている球場ですのでね、うん、東京ドームで大暴れしてまた週末このケースターに帰ってきてほしい銀次選手。松本さん風もあってですか。そうですね、結構回ってるんでね、うん、体がね、そうですね、GG 佐藤投げられない、これグラブというかミットに触ってませんが記録はエラーですね、はい、GG 佐藤のエラーとなっています。フェアゾーンでワンバウンドしてますね、はい、線の上ですね、うん、ですね。でこの後大きく弾みましたので一塁に戻っていた銀次、打席西田初球打ち高く上がっています。ファールゾーンで GG 佐藤がーっと取れない取れない取れない、しかしおっとフェアか、銀次も二塁へ、お兄に待って三塁行くぞ、